でもなんかそのいただいた時の資料っていうかキャラクターの映像、あ、キャラクターの何ですか、見た目だったりとかその世界観っていうのがすごく自分的にはなんか魅力的だなと思ったので、一言で言うと太陽みたいな人です。Sawano san has done numerous action driven masterpieces. The music is usually very emotionally powerful, has great energy, which is a perfect fit for our anime piece. Star Guardians is one of our favorite skin lines to work on, and we wanted to find something different this year. So we're exploring the darker side of Star Guardians. What happens when they get corrupted, when they face the evil within them? When we were thinking about antagonists for the Star Guardian universe, we selected Zoe because of her role in the base canon. There, she's the herald of change. And for us, this lets us signal that change is coming to the Star Guardian universe.メロディーにおいてはやっぱり感情的な部分をその重要視して作ったので、あのまあアクションはもちろんなんですけども、その感情面でそのスターガーディアンとそのなんか彼女、あの主人公たちのっていうか感情の部分とのでなんかリンクしたらいいなとは思ってますけどもね。私の頭の中ではこう宇宙の中で離れ離れになった2人のストーリーなのかなと思って、織姫と彦星みたいな感じでこう会いたいのに会えないけどちゃんと信じ合ってるっていう2人のその強い気持ちをイメージして歌いました。で、話の流れの中で一貫して意思を持って動いてるような感じがしたので、その目線で作詞するようにしました。With this new version, we want to introduce more conflicted characters, give them more layers and different purposes, pushing the storytelling to the next level, and this is something we've never done before.どちらかというとその今までその進撃の巨人だったり、まあ、あのギルティクラウンアルドノアゼロっていう作品とかでやっぱり主にオーケストラとパーカッションリズムを使ったサウンドだったり、まあ、そこにボーカリストを取り入れるみたいなことをかっこいいサウンドみたいなのを自分なりに追求してきたところもあって、で、まあ、今回オファーいただいてやっぱり普段のそうやった自分の音楽もある程度、まあ、知っていただいている部分もあったと思うので、うん、そこを素直に出していけばいいんじゃないかなと思って作っていったっていうところがありますね。はい、一応このもう一個の、はい、面この続きじゃあこれ箇所箇所で撮っていくような感じで大丈夫ですか？それ合ってるのかな、これに合わせちゃって、はい、じゃあそこからいただいてもいいでしょうか。 E マイナーが E マイナー、これなんだろう、最初から撮りながらいきますので、はいはい、もう一回いきます。サモナーの皆様こんにちは、作曲家の沢野博之です。今回はスターガーディアン PV の音楽を担当させていただきました。